人に言うなっただろバカ野郎。訓練は富士信用金庫が毎年実施していて、客を装った男が職員を刃物で脅して現金を奪うという想定で行われました。職員たちは冷静になるよう犯人に呼びかけたり、お金をゆっくり用意して時間を稼いだりするなど、対応の方法やそれぞれの役割を確認していました。ある程度のことは想定して進めようと思っていたんですけれど、それであってもなかなかうまく対応するのが難しかったなというふうに感じております。犯人役の方目の前にいるとちょっと力が入らなくなってしまって軽く押してしまったので、もう少しそこは今回勉強になったので。